吉田さんこんこにちは、まあ、同じ国に生まれて同じような時代に生まれて同じようなルールで過ごしているんですけどもねでも人生を振り返るとまあお金に困ってばかりの人もいれば、まあ、とりあえず生活は、うん、まあなんとかうまくやってる人もいれば大金持ちになってる人もいますよねでやっぱりねお金が ない人が結構目立つんですよねこれはお金がない人が多いというわけではないんで,すよ目立つんですよ。なぜなら困ってますというふうに声を上げるからなんですよね。でも困ってますと言ってる割にはじゃあ3年5年10年経って状況変わってるかっていうと変わってないんですよねまた困ってますっていうわけなんですよ。うんだから多分考え方が ままずは違ううんだろうなと思いますよねお金に困っているけども困ってないふりをするそうすると所詮ななんんでで困っている状況は変わらないんですよ、ね、まあこういう意味で言うと武士は桑ねど高庸寺っていうのはちょっと考え方が違うのかなと思います武士は桑ねど高庸寺っていうのは他者に対して耳を張ることではあるんですけどもでも武士としての鍛錬をやめてるわけではないんで まあいざね武士が必要な時期になるときちんと仕事をするわけですよねでも私たちはビジネスをしているわけですよねそしてビジネスをしていない人でもお金に対してやっぱ逃れることはできないので、うん、まあ言ってみれば、まあ、戦場になってるわけですそこは戦場っていうのは戦う意思のある人もいれば戦う意思のない人もいるんですよね じゃあどっちがより長生きするかっていうと戦う意志のある人の方じゃないかなと思いますね戦う意志のない人っていうのはわーっと攻められてもね戦う意志がないですからやられたーになっちゃいますけども戦う意志のある人っていうのはまあ守る攻めるきちんとやっていくと思うんですよでビジネスで戦うっていうのはどういうことかっていうとまあ日々ねお金のことをちゃんと考えていくってことじゃないですかね で考えるだけではなくくてて実行もしていくと、まあ、お金を守っていくまるでね自分の恋人や家族のように守っていくってことが一つそしてきちんとお金に旅をさせるね挑戦させるってことですこれは我が子のようにお金に挑戦させるってことかなと思いますでもお金があんまりなかったら挑戦するためのお金もないですよね だからやっぱり余剰資金っていうのをいつも作っておく必要があるんじゃないかなと思うんですよ。うん、あちなみにねやっぱ速課塾の塾生さんはやっぱり12月になってまたね入り始めたんですけどもあの、うん、やっぱりきちんとお金のことを真面目に発信していると、まあ、聞いてくれる人やね賛同してくれる人はいるんですよねやっぱりね。特に速課塾に入りましょうみたいなセールスしなくてもね。 まあ、即可塾のセールス、12月の年末、1回ぐらいはしようかと思いますけども、ね、年に1回ぐらいは。まあ、あのー、数年前みたいにね、一気に何百人とか入るってことはもうないですけどもで、1回の放送で400人以上入ったことがありましたからね。だから30万円で400人ですから、1億2000万の売り上げ立つわけですよ。まあ、入金ベースで大体2割ぐらいなんで、全額入金は。まあ、2割でもね、すごい、 すすごいニーズですよね、うん、やっぱ80人ぐらいですからね100人にはならなかったんですけども、まあ、2割の方が全額入金で始めてくれて、まあ、それだけでもねやっぱ2,000万超えますからね月収2,000万とかどうですか月収2,000万ちゃんとお金のことを考えてお金の発信をすれば2,000万同じ時間を過ごしていてもお金のことをあんまり考えずにとりあえず節約しましたでセールスしません商品やりません ゼロ円、ね、お給料入るだけお金に困り続ける人とお金の問題を解決する人、まあ、このぐらい違うんですよねでどちらかというと私はビジネスから一線を離れてこうやって日々のんびり暮らしてますからそういう意味で言うとお金にあんまりシビアなな暮らしはしてないわけですよでも日々お金に向き合っている方が商品出さなかったりお金に対してのんびり構えているのは それはどういうことなのかなと思っちゃいますよね。まあ、あのここ最近速化塾入られた方もね、これから入る方も、そして入らない方も、お金の問題はついてもありますんで、一刻も早く解決されることをまあ、望みますね。それじゃあ、いってらっしゃい。